エンバース、ジャークなハートは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。九死に一生を得た高校生に降りかかる不思議な体験を描く。企画、制作はリア・レイチェル、出演はシバン・アル・リラ、ローズ、マーカス・ラボイ、ユマ・サーマン、トニー・ゴールド・ウィンなど。2019年4月26日にネットフリックスオリジナル作品として、 全世界に配信されたが、第一シーズン限りで打ち切りとなった。突然心臓発作に見舞われたサーシャやジーは、心臓移植のおかげで急死に一生を得た。しかし、サーシャは不気味な体験をするようになり、ドナー提供者のベッキーについて調べ始める。2018年1月10日、ネットフリックスが本作の制作を発表した。 撮影は2018年6月から11月までアルバカーキで行われた。2019年6月18日、ネットフリックスは本作が第一シーズン限りで打ち切りになったと発表した。本作は批評集積サイトの六点とまとずに29件のレビューがあり、批評化支持率は41%、平均点は10点満点で5.53点となっている。また、 メトクリティックには14件のレビューがあり、荷重平均値は46、100となっている。ありがとうございます。